ご紹介いただきましてありがとうございます。えー、急行の長井です。ご、えっと、紹介いただいたように、1チャンネルの信号中の不規則成分波形の実時間挙動分析というタイトルで、えー、まあ、説明させていただきます。 えと全体の流れですが、えーと、解析対象信号と成分波形のことについて少し触れさせていただいた後、まあ、あの不規則な信号波形の一例に関しての解析で見る新技術の効果というのを説明させていただきます。その後、えー、この新技術によって、まあ、従来取れなかったような新しい、まあ、情報が得られるようになった、まあ、例として、えー、単チャンネルの表面近伝波形を対象とした実施例というものを示させていただき、その後 えー、想定させる用途と企業様への期待、知的財産系とお問い合わせ先のご紹介をさせていただければと思います。うん、解析対象の性質にその時間変化が存在する場合、何らかの手段で計測した特性値の時系列を信号波形として分析するということはもごく一般的な話だと思います。で、この解析対象となる信号波形のタイプですが、 ざっくり分けると、まあ、二種類あると考えることができます。一つは、えー、調べたい内容の特性が直接的に表現されているもの。そしてもう一つは、より小さな構成単位。これがまあ成分波形ということにもなりますけども、その複合として観察、観測されているものです。 で、現実の課題として考えたときに、この2番目のタイプの信号というのは結構多いと思われます。ですが、その割には、えー、と取得した、まあ、信号波形から成分波形を出立し、直接的にこの特性を分析するということは、あまり多く行われていないのではないかと思います。まあ、なんでかっていう話になると、まあ、様々な要因が絡み合って非常に難しい場合が多いのでっていうのが端的な話になるわけなんですが、 えー、提案する新技術を使いますと、単チャンネルで取得したこの2番目のタイプの不規則な信号波形を対象として、リアルタイムでその成分波形を強くしてあるとか、特性分析だとかいうことがあの可能になるというようなものになります。でそれではその本日によってどのような解析を行えるかっていうのをその実施例で見てみます。えー、と題材としてちょっと選んだののはこちらの、まあ 文献から引用したその電気刺激時の金音波形というものです。まあ、これ、あの、ま、えっと、波形でータを抜き出すとこうなりますけれども、あの、ま、単純な三位波合成などではちょっと表現しづらい波形をしている。で、多様な周波数成分で構成されているというふうな白物になります。で、この成分、あこの金音波形を成分波形とするその解析 積対症の不規則信号波形のまあ一例が、例えばまあこちらということになります。で、えー、とこの波形には、先ほどの成分波形、多数がその振幅の不規則な変動を伴いながら、あのーまあ、ここで見るように、不規則な時間間隔、かなり密な形の時間間隔で、えーまあ、発生したで、そういうふうな時に、まああのー、あらまに、あ、観測された波形ということになります。 で、えっ、ー、と、こういう波形がまあ観測されて、これをまあ分析して、えー、で、成分波形の挙動とか、まあ、特徴を調べましょうというふうなのが課題になっている状況だと考えていただければと思います。で、えっ、ー、と、そういう時にどうするかっていうと、まあ、とりあえず従来研究、従来技術でやるとしたら、まあ、一般的にはまず周波数解析してみましょうか、なんて話になるかと思います。で、こちらは、 まあそういう一例として、ウェーブレット解析で、まあその中で今、ごく一般的なその多重解像度解析によって、横軸、時間、縦軸、周波数で、あの、まあ各領域の信号強度が強いとか弱いとかいうのを色の濃淡で表したものです。で、まあ、あの、見ての通り、なんかその、実行区ごとにその周波数帯域で信号の強弱が変化していることはわかるんですけれども、 でまあ、この領域の強弱と成分波形との関連性を生み出すことはちょっと難しくて、でえーとまあ、この変化に関しても、成分波形がその変化にどう関わっているかというのは結局のところよく分からんという風な結論しか出てこないようなものではないかと思います。でならばどうするかという話なんですが、まああのー、こんな状態ではもう成分波形抽出しちったって無理だよねという話で、成分波形の検出を諦めて、この緩やかなこの変動、 値の推移から全体の動向を捉えることを試みるであるとか、あるいはその、まあ、このリアルタイムでこれ解析するのはもう諦めて、とりあえずいろいろきいじりまして、えっ、ー、と、まあ、モデル仮説を置いたりして、複雑なモデルを作って、それによる推定を試みるなんてことをやるのが、まあ、従来技術の場合かと思います。で、それに対し、その、提案する新技術を用いて解析し、可視化した例がこちらになります。 新技術によれば、その各時刻において、信号波形に含まれる成分波形の挙動というのを、この、まあ、縦向き、えー、と時間軸の垂直な、この累積上の塊で捉えることが可能になります。で、えーっとまああのー、この周波数の,その、なんて言いますかえっと広域から中域にあるような塊っていうのは、そのえー、っと成分波形でいうならば、このあたりの特徴を、まあ、捉えたものということになります。 でえーとまあ、検出自体の,その、えーまあ、失敗であるとか、誤検出なんかもないことはないんですけれども、えー、と従来技術のこちらに比べれば、まあ、かなり高い精度で成分波形の挙動を捉えてるということができると思います。 でえーとまあ、このように新,あの新技術ではその、なんていうか、えー、とこのまあ信号中に残っている成分波形の痕跡っていうのをこう捕まえて、でえー、と分析することを可能にします。で、えーとまあ、この解析を行う成分のにあに、あの大事なこととしてこの、えーと、ここでまあこういう成分波形でしたっていう風な話はしましたけれども、この成分波形の情報っていうのは、あの直接的には使ってません。 で、えっ、ー、と、ですので、まあ、あの、例えばこんな、まあ、観測,あの観測された成分波形の形状とか分からない状態でこういう波形が観測されましたといったときに、まあ、いろいろチューニングだとか、まあ、あの試行錯誤は必要かとも思いますけれども、えっ、ー、と、まあ、本技術によって、えっ、ー、と、まあ、どんな波形が含まれているか、まあ、分からなくても、この技術によって、えー、まあ、この解析結果を利用して、 どういうふうなあの、まあ新まあ、特徴が現れ、存在するかと、成分波形として存在しそうかというのがあの、まあ、分析できる、推測,推測できるというふうになっているわけです。で、えっ、ー、と、まあ、あの、この塊、 が、まあ、あの、成分波形の情報だというのが分かりますと、その塊を利用する、あ塊構成する各値を利用して、すあの、成分波形の推定波形を、まあ、復元という形で、あの、推定する、獲得することが可能です。まあ、先ほどこの例だと、その低小波の部分がちょっと全部潰れてしまってて、えっ、ー、と、この部分の特徴を捉えてますよというふうに言いましたけれども、まあ、あの、もともと波形が分からないときには、その、この特徴だけで、えっ、ー、と、分析するかと思いますが、えっ、ー、と、こういう波形の 成分波形ですよというのが分かっている状況であれば、あのこ,の状況この波形に基づいて、えー、と全体を推測復元することも可能というわけです。で、えー、と重要なことは、こういう分析を行う、まあ、グラフのもとになっているような、こういうこのデータっていうのはリアルタイムで獲得できるという話になります。でそれではその、シンギズムによっても、従来、 取れなかった、従来得ることができなかった情報であるとか評価であるとかが可能になった、まあ、実施例として、えー、その表面筋電信号への適用というものを、あのー、説明させていただきたいと思います。で、筋電っていうのは、まあ、あの筋肉が発活動するときに発生する電位変化のことなんですけれども、あのまあ、筋肉はその たくさんの筋線からできてるっていうのは、まあ、あの、ご承知のことと思います。で、その筋線全部バラバラに独立に動いてるわけじゃなくて、ある程度の束になって、えっ、ー、と、一つの神経によってコントロールされてるということになりますので、えっ、ー、と、筋肉動作の基本単位となるのは、その一つの神経によって、まあ、あの、コントロールされている筋線の束ということになりまして、これが運動単位と呼ばれるものです。ですので、えっ、ー、と、筋電信号の えと成分波形っていうのは、この運動単位の活動電位波形であるということができます。ですので、これを分析しようというわけですね。で、えっ、ー、とー、まあ、その近電の計測なんですが、まあ、大きく分けると、針近電と表面近電と呼ばれるものがありまして、で、針近電っていうのは、針の形をした電極をあの筋に差し込んで計測するものです。で、まあ、痛みを伴うので、なかなかまあ運動中に適応することもできなかったりしますし、 あするんですが、まあ、あのー、まあ、直接測りますから、高精度です。高精度なんですけれども、ただ得られるのは、その突っ込んだ針先付近の局所的情報のみということになってしまいます。で、それに対して表面筋電は、あのー、体表、まあ、皮膚表面ですね、に電極をペタッと貼り付けて、あのー、貼り、あのー、計測するだけですので、痛みも伴わないですし、えー、運動中に利用することも、まあ、それほど難しい話ではないです。ただし、得られるのは、その、まあ、なんか、あのー、 体内で発生して、その皮膚に届いた多数の運動体の活動電源が足し合わされた信号ということになります。だから結構、まあかなりギザギザな信号ですね。で、えー、こういうことになってしまいます。で、えー、っと、まあ今回のその新技術の実施例の対象としては、こちらの表面近電を、まああの解析しようということになるわけです。で、新技術によって単チャンネルの表面近電信号から この、それの中の運動単位活動電位波形というのを抽出しようということになります。で、まあ、この解析のその新技術の位置づけっていうのを、まあ、その概念的にちょっと軽く説明しておきますと、例えば運動単位を機に、 で、金全体をこう森に例えるというふうに考えますと、まあ、木には複数の種類がありますし、複数の状態が存在します。で、針金電での計測っていうのは、その調査対象となった木の状態っていうのは、高精細に、あの、取得することができます。ですが、他の木の状態とか、森全体の状態は、まあ、わからないというものになります。で、それに対して、あの従来技術で解析した場合の表面金電っていうのは、ぼんやりとしたその森全体の平均的状態を取得する。 で、個々の木の状態はほぼわかんないというようなものですね。で、今回提案するその新技術に基づいて解析した表面近電は、まあ、あのー、個々の木まではわからないですし、あ、個々の木の,あの識別まではできませんし、あの、すべての木とは言えないわけなんですが、あの、まあ、で, <laughs> できないですし、その、えっ、ー、と、得られる情報の精細さっていうのは、やっぱりこう、直接的なハリ近錬には劣るんですけれども、たくさんの木の状態、各状態の、 推定であるとか、その取得が可能で、まあ、あのー、個別の情報でその全体を捉えるというふうなことができるような位置づけになります。で、えっ、ー、と、まあ、実際の実施例で用いる表面近辺の実験データについて少し説明いたしますけども、あのー、こちらのような姿勢、図のような姿勢で手首を下に引っ張って荷重すると。 で、まあ、あの、肘の角度、まあ、できるだけ維持してもらったりとかの状態で、えー、上腕二頭筋ですね。こちらの、えー、表面筋電を即計測したものを使います。で、この、検引の仕方とかの、まあ、実験実施方法ですけども、20秒の脱力休憩を挟みながら、こう、ぐーっと引っ張るというのを4回やります。で、その後、1分間ダンベル上げ下げして、この、まあ、上腕二頭筋を疲労させまして、その後、10秒の脱力休憩を挟みながら5回やると。 いうようなことをやります。まあ、あの、疲労前後の低疲労時と金疲労後の状態で見るということですね。で、えっ、ー、と、こちらのグラフが、あの、その時の過重値のグラフです。で、まあ、機材の重量があるんで、ゼロからスタートではないんですけれども、あの、まあ、2キロぐらいから16キロぐらいまで、約3秒でぐっとかなり大きく、あの、過重量を変化させて、まあ、また3秒で戻すと。 いうふうな形です。まあ、ばらつきはありますけども、全体として、あの、えっ、ー、と、おおむね安定した、あの、計測はできているあの、荷重の形で,で計測できているのではないかと思います。で、えっ、ー、と、まあ、これで計測された表面近電の波形が、例えばこんなものになりまして、疲労時の1回目と筋疲労後の1回目の例示してますけども、横軸8秒、縦、縦が電気ですね。で、 まああの近年の特徴として、その負荷、発揮力が大きいほどだんだん振幅が増大するという特性はあります。あと、同じ負荷であったならば、疲労後の方が振幅が大きいという特性もあるんですけども、これらはまああの実際、ちゃんとこの計測波形には現れているというふうなものになります。で、これに対して、ああ新技術に基づく貸金活動状態の可視化を行ったものがこちらです。でえっと このグラフ、それぞれ横軸は、あの、500、横軸の時間幅は、あの、500ミリ秒です。で、低疲労時、まあ、近疲労後っていうのをそれぞれ最大負荷付近と、まあ、半分程度の負荷付近ので、えっ、ー、と、表示してます。で、えっ、ー、と、まあ、このグラフにおいて、その、まあ、たくさんある、その、類的上のこの塊っていうのが、あの、まあ、運動単位波形に対応します。 で、えっ、ー、と、近疲労前と疲労後というのを比較すると、あの、まあ、この類的上の塊の低周波数化で、山の高さや幅の増大といった、あの、えー、疲労によって生じると思われるような特性変化っていうのが実際に、えー、観測されているということになります。で、これらの塊のその、高から中域ぐらいに存在、まあ、見てみますと、高から中域ぐらいに存在するものと、もう少し低い周波数まで伸びているものっていうのが2種類。 存在します。で、えー、っと、な前者、あの、高い周波数でとどまっているものは側近の活動で、後者、あの、低いところまで伸びているものはキ近の活動というふうに、えー、捉えて、捉えることができまして、で、まあ、こうした特性の違いによって、あの、一つの、その、単チャンネルの信号中に含まれる、この特徴差がある2種類の、あの、成分波形というのを分離して、えー、っと、 分析することが、あの、まあ本質、技術ではできるということになるわけです。で、えっ、ー、と、この、まあ、こうやって抽出したもの、あの、まあ、側近なら側近、地近なら地近で切り分けて抽出して、それを、まあ、この値ですね。この時の値に基づいて波形再現したもの、グラフっていうのが、まあ、あの、こちらになります。で、えっ、ーと,えー、と、まあ、あの、 こちらは表面近辺の波形ですね。で、赤線がこう引かれてますけども、その時刻に対応する波形が下に現れてると思ってください。あの、まあ、これ、全グラフ、その、えっ、ー、と、それぞれのピークに合わせて縦軸を作ってしまったので、あの、縦軸のレンジっていうのはそれぞれちょっと違ってしまってるんですけども、まあ、そこはちょっとご了承ください。で、えっ、ー、と、まあ、大体この動画ですけれども、2.5ミリ秒を 1>, 1秒400倍に伸長したようなあのず、まあ、グラフです、す、えー、先ほどのその累積上の波形で言うならば、その、まあ、一番高いところっていうのが本来の,あの、まあ、存在、えーと、成分波形が存在している時刻ということになるんですけれども、その前後のところから変化をそのままに、えー、と表示してます。まあ,あの、えーと、本当の正しいところだけ出すと、その波形が瞬間的にパンと出てあの消えちゃうということになりますので、ちょっとあの何が出てるか。 わけがわからなくなりますから、その死にるためにその変化をそのまま表示しています。なんですが、まあ、こうやって変化していくときのピークのときが、えっ、ー、と、実際のその波形が存在する時刻だよっていうふうに考えていただければと思います。まあ、このように、その、えっ、ー、と、えー、まあ、運動単位の活動で生じる電位変化の形状と近い形の波形がちゃんと抽出できているということになります。で、まあ、ちょっとギザギザはしてますけど、これはまあ、ある種の量子化ノイズに よるものと同じようなもので、まあ必要であれば、あのスムージングなどしてやることで、えっ、ー、と、そのあたりは、あの、緩和されるかと思います。さて、えっ、ー、と、まあ、シニズでは、この、こういうふうに成分波形の再現、形状再現にたる情報っていうのを、こう、リアルタイムで取得できてるわけです。つまり、もう、その、この時点で、個々の成分波形に対する特徴分析の準備ができてるということになります。で、 成分波形の分析に基づいて信号分析できると何が嬉しいかということになりますけども、まあ、それはそのもちろんその信号波形における成分波形の関与等を緻密で高精度な解析が可能だという話です。で、まあ、例えば表面近電においての話でいきますと、従来技術ではその発揮力と筋疲労の同時評価というのはほぼ不可能でした。まあ、あの、なぜならばその発揮力の評価っていうのは結局発揮力増大するときに進歩が増えますよというところで評価してたりしますし、あの、疲労の評価っていうのは同一負荷で あのまあ、振幅が増大したならば疲労は増大したんでしょうというふうに評価するとかいうふうな話で結局、まああの、振幅の増加というのをこう同じように使っちゃっていますから、まあ、これ、えー、とつまり発揮力と筋疲労がまあど,、まあ、どんどん変わっていくような実際の運動中に同時に評価するしようなんていうのもうまくいかなかった、できなかったです。でしかしながら新技術ではその成分波形分析に基づくことで運動体ごとに区別しながら運動中のこの 発揮力、筋疲労の同時評価が可能になります。で、まあ実際どういうことができるかっていうと、そのまず筋疲労度評価ですけれども、従来技術とは異なって、不可変動がある運動中に評価することが、まあリアルタイムで評価することが可能です。で、これができるようになったことで、発揮力の評価に関しても、それを筋疲労影響を加味した高精度な評価ができるようになります。で、こうしたその成分波形の動向と、 あの挙動というのを分析してますので、今までその存在しなかった、その、えっと、菌活動限界というものの評価もあのできるようになりました。まあ、こちらに関してはちょっとこれ、今回は説明、時間的にも省略させていただきますけれども、まずはその疲労度ですね。まあ、厳密に言うならば、実際の活動において疲労影響がどの程度、表出したかっていう程度の評価っていう形になるんですけれども。 えっと、一番上がまあ表面筋で、二段目がえっと側筋の疲労度、で、一番下が地筋の疲労度ということになります。あの、縦軸がまあ疲労度の数値っていう話ですね。で、えっ、ー、と、まあ、あの、低疲労の時のこの活動に関してはあの、疲労度評価値の値はそんなに高く、大きくはなりません。ところが、疲労後にはあの、低疲労時に比べて、この,あの疲労度の値が大きく上昇するというのが見られます。で、大事なのは、 いずれの場合も、表面近辺の振幅。まあ、結局ところ、その、えっ、ー、と、発揮力の大きさですね。それに対して、直接的な関係はほとんどない。まあ、低疲労の時は低疲労で非常に全体として安定した値を示しているというふうな、 形で、えっ、ー、と、負荷の影響を抑制して筋疲労を評価できているというものになります。で、細かい変動たくさん出ますけれども、これはまあ、ある程度しょうがない話で、値、この評価の値っていうのは、その時点で活動している運動単位に依存してますし、すべての運動単位が均質に疲労するわけではないので、まあ、そういうばらつきが出るのは、まあ,あと、細かい変動が出るのはやむを得ない話です。で、えっ、ー、と、まあ、思考ごとのその、そ まあ、速筋の疲労度っていうのをちょっとまあ変化で見てみますと、えっ、ー、と、先ほどの思考、低疲労で4回やって、えっ、ー、と、ダンベル症候で疲労させて、疲労後に5回ずっとやるというふうなのをこういう流れで出してますが、あのー、低疲労時には、あのー、休憩20秒間っていうのはこの程度の運動であれば十分な休憩ということになってるようで、えっ、ー、と、4回やってるけれども、あまり、あのー、値が上昇することはありません。ところが、あのー、疲労させると、 いきなりこの値は大きく上昇しまあ、10秒の休憩でもある程度の休憩効果があるようでこれが次第に値が下がってきて沈静化していくという風な様子がきちんと観測できますつまり筋疲労,疲労状態の変化というのをリアルタイムに高い感度で捉えることがこの技術を用いれば可能になるということになるわけです でまあ、あのこの疲労、これを利用してということにもなりますけども、疲労度の違いがある状況で筋発揮力を評価すると。 いうことを考えています。まあ、これは、えっ、ー、と、運動を続けている状況で疲労度がだんだん変化していく状況も含まれると思いますけれども、まあ、従来技術でのその、あ、ごめんなさい、発揮力ですね。発揮力の評価です。従来技術での発揮力評価は、その先ほどのその、まあ、振幅の増大を利用するという形が一般的で、あの、RMS 値による発揮力評価というのがよく行われます。で、確かにその、まあ、例えば低疲労時の、まあ、変化を見てみますと、こう、過重に応じて、この値が上昇。 加工しているというのはあるんですけれども RMS 値、その低疲労時、近疲労後というので両方出してみますと同じ最大荷重約 16kg の時の値を比較してみますとこれだけ大きな違いが出てしまう。 で、これでは RMS 値から、あのー、まあ、発揮力いくらですよという推測が、もうほとんど、まあ、役に立たないぐらいの品質になってしまいます。で、それに対して、新技術では、疲労度を加味して発揮力を評価します。で、側筋の発揮力、地筋の発揮力、その合計という形で評価することができまして、えー、っと、まあ、あのー、その合計値で見ますと、えっと、まあ、最大荷重時の値で、えー、比較したときに、非常にこの小さな差異しか出ない。 とで、えっ、ー、と、低疲労時には、まあ、主に側近の方が十分活躍してて、地ンの方は、まあ、ちょっとそれを添えるような活動の仕方をしてるんですけれども、疲労してくると、側近の方の、まあ、疲労の進行が早いのか、まあ、側近の,あの効果が、ちょっと、あの、破揮力の方がちょっと実際の 発揮できている力が下がって、その分チキンが大きなっているというふうな様子も見て取れます。つまり従来技術では同じ評価値でも発揮力、疲労前後でもう大きく異なる低精度の評価しかできないのに対し、新技術ではまあ成分波形に基づく分析ということを行うことによって、えー、と同じ評価値なら同程度の発揮力となるような高精度の評価も可能になるということになるわけです。 で、えっ、ー、と、想定される用途と企業様への期待という話になりますけど、まずその新技術のポイントをまとめますと、簡単にまとめますと、リアルタイム解析が可能な軽い処理で、単チャンネルの解析対象信号のみで、 で、信号中に不規則に含まれる成分波形を検出、抽出し、成分波形の特徴分析であるとか、成分波形特徴に基づく信号波形分析というものを可能にしたということになります。で,ですので、想定される用途というのは、す、ま、べ、あ、てとまではさすがに言えませんけれども、えーと、信号に含まれる成分波形の特徴や動向というのが重要な要素となるような信号解析全般ということになります。 企業様への期待といたしましては、まあ、表面近伝については、あの、今見てきたように、ある程度の有効性確認できてますから、その実験対象の拡大であるとか、事業化、製品化ということになるかと思います。で、えー、表面近伝に限らず、新技術が有効に機能するような新たな種類の解析し対象信号への展開であるとか、まあ、その他、新技術の活用に関する共同研究等で、えーと、ご協力いただければというふうに思っております。 えとまあ、新技術に関する知的財産権ですが、まあ、あのこちら等で、えー、と出願いたしておりますで、えーと。お問い合わせ先はこちらになっておりますので、えーと、興味がありましたらぜひよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。以上で終わらせていただきます。